医師を医師らしく見せようとか、医師で何かをしようとかっていうこととちょっと違うんですよね。自らが持つイメージと最適な素材で究極のフォルムを追い求める。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は彫刻家浅香博義。大阪堺に生まれ、子どもの頃から刃物作りを目にしてきた彼が挑むもの。彫刻の歴史、美術の歴史ってやっぱり人体を表現するっていうのが主だってきた彫刻の歴史っていうのがあって、で僕は道具っていうものを、まあ、テーマにしようかなって思ったんですよね。でそこで、まあ、日本人としてこう海外とか外に表現するのにあたって、一番やっぱりこう自分が何の血を受け継いでるのかなと思うと、やっぱり日本って侍の国だと思うんですよね。でその侍を表現するのにあたって、まあ、大事なモチーフというか、なんかそれをアートにすると自分の血である日本人の血がうまく表現できるんじゃないかなと。日本人であるからこそ行き着いたモチーフ。しかし工芸として完成されたものをあえて選んだ難しさ。刀の反りというのは曲線の美しさというか、これは機能美と呼べるのかもしれないですけど、これはただの機能美じゃないなと思うんですね。日本刀にしかないんじゃないかなと。世界中にはどこにも存在しないような、やっぱり究極に美しいフォルムだと思うので、でそれは刀の美しさなんですけど、これを彫刻で表現するっていう、アートとして表現するっていう人は今まで誰もやったことがないようなもので、僕は刀を作ってるわけじゃなくて刀の彫刻を作ってるので、バランスを取れたデザインというか、反りだったりとか厚みだったりとかにするようにしてますね。あの長さでも、例えば切っ先が5mm、例えば2mm 違うだけでもバランスが取れないんですよね。まあ、削る場合は減らせばいいんですけど、足せないので意思でやるっていうことが、なんかこう武士道というか、まあ侍の生き様に近いんじゃないかなと思ってるんですけどね。自らの生き様を投影し続ける、そんな浅香博義のブレイク前夜。ただの直線じゃなく、ただの曲線じゃなく、不自然の曲線でもない微妙なこの曲線というのが、いわゆる単なるこう抽象彫刻、抽象表現とは違う美しさがあって、やっぱり100年後200年後残るようなものを目指して作っていきたいなと思ってるので、まあ、誰もやってないことだったりとか今までなかったようなもの、それを目指してますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家藤田智一のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。